えとこのブログをですね少し考えていますとこれはそのこの表紙は時事問題とかですね、まあ、最近のことを扱うための表紙なんですけれどもアコースティック哲学じゃないかなと思ったりしましてですねというのは9条で憲法は改正すべきかと、まあ、いう題ですとですねまあ皆さんというか私もまあ <laughs> ちょ最近までそう思ってたんですが。 救助を改正すればあ国防軍を持つことができるとで救助を改正しなければ、えー、軍隊は持,た持てないし公選権もないという一つの政治的な争点がありますよね例えば自民党は憲法を改正して国防軍を持ちたいと立憲民主党は9条を改正しないで、えー、軍隊も持てないし、えー、公選権もないと、まあ、そういうような主張をしてますけども。 よくよく考えてみますとおかしいんですよね。えっと現在ですねすでに自衛隊はありましてねそれでえと憲法9条に書いてある軍隊を持てない武力を持てないとか公戦権がないということと明らかに違ってるわけですね。まあ再三あのここのブログでも言っておりますが自衛隊というのは非常に巨大な戦力であります武力でありますので。 それでもちろん武力っていうのは交戦しなければ武力ではありませんので当然敵が来れば交、えー、戦するわけですから、えー、しかしこれについては2つの点で憲法に違反してないと考えられますね。それは一つはですね、えー、と砂川判決最高裁判所この最高裁判所っては憲法の番人と呼ばれておりまして、まあ、日本の中ではですね え憲法に関する判断は最高裁がするということになってますので最高裁の砂川判決ですねほぼ90%ぐらいは自衛隊が合憲であるとまあいうことを言ってるわけですねつまりあそこの判決は非常にはっきりしててえ自分が殺されるという時に自衛するという権利は人類普遍の権利であってたとえ憲法たりとも その自衛の権利を普遍的な自衛の権利を制限することはできないので憲法9条は自衛権にまでは及ばないと考えられるともうこう,こう書いてあるわけですからねあ判決してるわけですからまず90%は間違いなく自衛隊は、えー、憲法違反ではないということなんですね。で90%っていうのはもともと砂川訴訟自身が正確に言えばあ自衛隊の 違憲か合憲かを争ってないという点でアメリカ軍の中流のことを言ってるということで,です、ね、そのついでに自衛権について述べているということで少し隙間があるということがあるんですから、うん、まあこれはこの前トラあのニュース女子っていうとこで憲法学者の方がちょうど私のお隣にお座りになったもんですから、まあ、聞いたらそう言ってたんでまず間違いないでしょう。 あとの10%以上補えると思いますが法律っていうのはですねイギリスは慣習法がもう法律として認められておりますが、まあ、日本のような法定主義であってもですね、まあ、常識的にもうこれはみんなが認めてると思うものは、えー、法律なんですね、まあ、そういう点じゃ、えー、自衛隊ができて60年全く違憲訴訟っていうのがないわけですね。 で意見訴訟の原因がなないかって言うととそんんことありません例えばお金を <laughs> 毎年5兆円使ってるともし憲法違反ならこれ当然使い込みって言いますかね不当な国家支出ですからこれはもう訴えられるしそれからこの前のように自衛隊が時々間 <laughs> 違えてこの前迫撃砲を演習地の外に撃ちましたねそれから時々はまあ飛行機なんかも墜落しますから、まあ、そういうのでですね憲法違反の自衛隊で 被害を受けたっていう訴訟はいくらでもできるんですが一回もしてないんですね <laughs> 昔の社会党日本社会党とか日本共産党とか現在の立憲民主党もしてないんですね。ということは、えー、全ての政党国民がですね現在の自衛隊を実質的に認めてるということになりますね。したがって、えー、自衛隊が合憲だということになると憲法を改正するということは国の仕組みを変えるわけですが。 何を変えるのってことですね自衛隊が合憲なら憲法9条を変えても何にも変わらないですよ。名前がですね自衛隊から国防軍になったいやいや国防軍っつったってこれ自衛ですからね国防ですからだから結局は何も変わらない憲法を改正して何が変わるんですかいや何も変わりませんってそんな憲法改正って一体あるんですかねそそれれははないですよねだそれは多分 その日本全体を覆っている一つの錯覚じゃないかと思うんですね。憲法9条を変えななければ自衛隊が持てないとなんか錯覚してるわけですね。で従って現在はですね自衛隊が違憲でなければですよ、えー、憲法を改正しても何も変わんないんですよ。で自衛隊を広く国民に認知すると言ってますけどねあの首相は。だけども 自衛隊がもともと合憲であるってことが国民全体で認めてるならですねえ自衛隊の人を例えばえ電車に乗ってる自衛隊の人をなんか「お前ら暴力団だ」とか言う人がいるらしいんですけどそっちを名を毀損で自衛隊が訴えればいいんですよ別段それから自衛隊が正々堂々と制服を着て日陰者みたいじゃなくてえと外を歩けばいいんですよ。それ歩かかないいいらでででですすねつつままも日陰物でこういう議論が起きるわけですよつまり 憲法はですね自衛権は認めてて他国に無意味に国際紛争の解決手段として他国を攻撃するということを禁止してるというのが最高裁判所の判定ですからねそれで最高裁判所の判定を覆すだけの権威のある人は日本中にいないんですよ。内閣総理大臣もひっくり返せないしもちろん天皇陛下は政治に関与されませんからね。その意味では 最高裁判所の判定があり国民が60年間自衛隊を支持していたということからですねもう憲法を改正しても何も変わらないわけですよ。<laughs> で、まあ、ついでに言っときますと海外派遣ですねこれについてはそれから集団的自衛権の発揮これももうケりがついてるわけですね。一つは同じ砂川判判決で最高裁判所が、えー、そういうい集団的自衛権の問題とか それから海外派兵の問題についてはこれは法律で憲法で決めるような問題じゃなくて政府が判断するようなもんだとまあいうふうに言ってることとですねそれから国,際国連というのはもともとこれ集団安全保障ですからですから日米安保条約とかですね国連加盟というのは質は同じなんですね。法律的な質は同じですね。実際上の政治的には違いますよ。 アメリカと同盟を結ぶか世界全体と同盟を結ぶかもしくはロシアと同盟を結ぶかというのは違いますからねこれはだから政治問題であるという結論を出しているわけですね。で国連に入っている以上はもう集団的自衛権自身は認めてるわけですね。国連の憲章の第53条だったか、えー、集団的に自衛するんだそれが国,民国連に加盟している国の、えー、義務なんだと書いてあるんですからね。ですから 日本は憲法の上でもその憲法解釈の最高裁判断もですねそれから国民の長い間の行動もですね国連に加盟してるっていうことも集団的自衛権も全部日本国民自身が認めてることなんですよ。ということは憲法にですね憲法9条を削除してももしくは憲法9条にまあ自,民党自民党の今現在の案のように第3項を付け加えて自衛隊を明記してもですね それれはは物事が少ししっきりするかもしれません確かに。<laughs> だけども日本国は何も変わりません何も変わらないのに憲法が改正されたって変なわけですよ。憲法が改正されても日本のシステムに全く変化がない行動にも変化がない。ということは憲法は改正してはいけないというまでは言えないけど意味はないっていことになりますね。じゃあ、えー 自民党はなぜ憲法を改正しようとしているのか一つは頭がボケてるからって、まあ、それはないでしょうね二つ目は結局憲法9条があるので外国に国際紛争の解決手段としては軍事的行動を取らないという第一項第二項を無意味にするということでもないんですよね。そうすると憲法改正は無意味な行動であると。 まあいうことになるわけですね、えー、この前、えー、こあの世論調査見てたらやっぱり憲法改正反対っていうのが半分ぐらいいるんですけどもそれは、えー、軍備をしたらいけないとか自衛隊が違憲ではないっていうんじゃなくてもう現在すでに <laughs> あの自衛権はあるんだから何を変えるのっていうことをやっぱり国民は問うてるんだろうと私は思います。